もうみんなでピザ食べながら情報共有しようということでディスティニー第3話は奏が道ならぬ恋に進みそうです奏たかしがかわいそうだよせっかく婚約指輪を冷蔵庫に入れて冷やしてるのになんで婚約指輪冷蔵庫に入れてるんだよこれ何か意味があるんですかね天然エピソードっていうだけで意味はないんですかねもしかしてこの指輪は4度 C かもしれませんね そう SNS で言っている人がいてうまいなと思いました現時点でタカとマサキだったらタカの方がいいと思いますがタカもどうなんだっていうところがありますよねプロポーズの返事をしていないのに実家に挨拶に行ってお母さんの目の前でプロポーズしますからねあれされたら断れないってとはいえタカはイケメンだし医者だし優しいし何にも問題はありません一方のマサキは間違いなくイケメンですしかし 仕事は何をしているか分かりません NGO「うんおで井戸を掘っていたのは仕事ということでいいんですかねすごい意義があることではありますが金銭面ではちょっと不安ですたまに話を聞かない一面もありますが優しい男で間違いないでしょういいな金手と結婚かっていうくらいだったら早く戻ってこいよ12年なら分かりますけど12年は長すぎますそんな正きとたかしですが病院で直接会っています まさきが何かの余命いくばくもない病気なんでしょうこの深刻な流れでまさきさんは尿管結石ですとか言わないと思うのでそれでたかしはまさきがかなでの元彼だって分かって会っているんですかねかなのじゃあなんでプロポーズしたのという質問に対してたかしはなんでだろうなって答えていますたかしが病院でまさきの名前を確認したのとプロポーズしたのどっち先でしたっけ 元カリに奪われるとまずいと思ったからかしはプロポーズしたのでしょうかそんな危険な三角関係来週かしにバレてしまいますどうなっちゃうのでしょうかさて次は事件の考察をしていきたいと思いますとはいえドラマ視聴者が驚くようななな新情報は何もいいいですす皆さんののの想像の範囲内のここととしか起こってないと思います多分このドラマラブサスペンスなので事件はそんなに深くないと思います それも踏まえて先に辻英介の事件から20年前英介は議員逮捕に踏み切りましたその議員名前はまだ明らかになっていませんが週刊誌を読むと東正太郎もしくは東正太郎となっていますその時の逮捕決定的な証拠となったのが便宜を図ってくれというメールですそのメールは議員秘書から送られていましたしかし乃木浩一郎が言うにはこのメールはでっち上げだったそうです エスは捏造だと分かっているにもかかわらず証拠として採用し逮捕したそういう言い分です議員秘書はメールを送信した日時に青葉付属病院で人間ドックの胃カメラを受けていたからメールは送れなかったという言い分ですさらに議員秘書は裁判でエスに供述を強要されたと主張しています今言ったことがここら辺のシーンの週刊誌で書かれていました このことで証拠は捏造ということになり英介は逮捕されそうになりました逮捕されるその前に英介の命は絶たれてしまいましたここで問題なのは証拠のメールは本当に捏造だったのか光一郎の言い分としては人間ドックを受けていたからメールは送れなかったというものです本当に人間ドックなんて受けていたんですかね今回奏と光一郎が直接対決しましまた 奏は武器も何も持っていないのに光一郎に突撃したため一蹴されてしまいました次回予告から及川香里と乃木孝一郎も12年前に直接対決しています後の及川香織のことを思うと乃木孝一郎はその時に真実を話したんだと思いますということは香おりは確固たる証拠を持っていました12年前の及川香織は見えないですが21歳22歳の女子大生です 普通であれば今検事の奏でより確固たる証拠を見つけられるわけはありませんただの女子大生に重要な書類を見せてくれと言われても見せるわけがありません普通であればさあここで面白いことが起きてきます議員秘書のアリバイは病院で人間ドックを受けていたから及川香織は親が病院を経営する名家の娘 議員秘書が人間ドックを受けていた青葉付属病院は及川香織の家の病院なのではないでしょうかもしくはコネがあったとかそういった権力を使って当時の予約や名簿を確認議員秘書が人間ドックを受けていないことを突き止めましたその証拠をもって野木光一郎と対決したのではないでしょうかそして野木光一郎から真実を聞かされ一緒にしろってなったんじゃないですかね 問題は乃木光一郎も話していましたがななぜ潔白をかかかけて戦わなかったかです普通に考えれば上から何か圧力があったただ東京地検特捜部は汚職事件など大きい事件を逮捕するためにいる組織ですここが権力に屈するようではもう日本は終わっています誰も逮捕できずお偉いさんたちの思うがままです意味深に出てきたこの人このパッチつけているのでこの人が議員秘書です 議員秘書が出てきたってことはやっぱり圧力だったんですかね念のために別な可能性も考えてみますか奏での現在の年齢を計算します大学時代のセリフから中学校3年生の時に辻英介は自殺しています15たす20で現在35歳です1989年生まれです乃木浩一郎の経歴から1988年と1989年は鹿児島にいましたその時の同僚が辻英介です とといいうことは奏のお母さんも鹿児島にいましたそれに特装にいる前のお父さんは結構時間がありましたということは治験にいた頃の孝一郎も時間があったかもしれませんそれに今回孝一郎は英介と実は同僚だったということを隠していましたあれまださきと奏異母兄弟説があるかもしれませんその秘密を奏に知られたくなかったから辻英介は戦えなかったとか まあこれも一個の説として考えておきましょうあと大畑節子も何か知っていますよね大畑節子は何を知っているのでしょうか全くわかりません次は12年前の及川香織の死の真相まあさっき話したんですけど及川香織が自暴自棄になったのは野木光一郎から真相を聞いたからハンドルにまさきの指紋が残っていたのは皆さんが考えている通り事故らないようにハンドルを操作していたからこれしかないと思います 正直このドラマの謎ってこの時にピザ食べながらみんなで情報共有すれば解決してる話なんですよ。まさきがごめんんなな俺殺してないんだよって香織が自暴自棄になって運転して事故ろうとしていたからそれを止めようとしていただけなんだよってそれを聞いたともみが「ごめんね私が乃木光一郎と辻英介の事件に気づいちゃってそれを香織に調べるように言っちゃったんだ」って。 それで香りが調べたら真実にたどり着いて自暴自棄になっちゃったんだって言えばいいんですそれでユキが「しょうがないじゃあけんぱいしよう」って済む話です事件のの答え知ってるのに誰も話さなないから謎なだけですまあともみも自分のせいで香りが死んだと思っているから言い出せなかったんでしょうあの時私が「調べて」って言わなければ突き放さなければって今でも思っているんでしょう自分が責められたくないから正きを責めてしまうんですね ままさきはさきで自分の父親が金手の父親を追い込んだと知られたくなかったから言い出せなかったんですね気持ちはわかるけど12年は長い12年井戸掘ったら帰ってきて事情を話せよさてそんなこんなですが来週情報共有するようです真相わかっちゃうんですけどまだ4話なんですよ何かもう一波乱起こる気がします光一郎が勇気に近づきます 高一郎に何らかの圧力をかけられて家族のために勇気は裏切ってしまうのでしょうか奏の声の育成はどうなってしまうのでしょうか来週も楽しみですね <laughs> ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします来週もディスティニーの考察動画を上げますので気になった方はチャンネル登録してくれると嬉しいです公式 LINE やってます気替え LINE 送ってください内却しましょう LINE ペイやペイピー天城筆で投げ銭もできますのでよろしくお願いします100円でもバカみたいに喜びます そしてメンバーシップ始めました再エッセンの90円ですメンバーシップ100人超えたら月1で限定動画ができますのでよろしくお願いします。この動画は「うごみっく」がお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。